You're still in one piece. Get up. Come on, we need to get moving before the search parties get here. Casualty report. 危なかった。危うく死にかけたよ。あ、コルトだね、これはね。装備が拾わなくちゃいけない。よし、もらいますね。おお、 AC-130 が AC-130 が味方になってくれてる。いいね、わざわざこんなところに。あんまりね、撃つなよ。今回はね、隠密ミッションですからね、あんまりね、バレないようにしたいんですけれどもね、本当に。なかなかね、なかなか銃撃戦は避ける感じですからね。いやー、でもなかなかね、こっからちょっと先進んだところにインテルがあるらしいんですが、多分ここちょっと進んだところかな。ハンドガンにしとこうかな。Hold up. We've got company. 本当だ、敵いるぞ。これ老人がなんか死にそうだけど大丈夫？老人死んでんじゃん、老人死んでんじゃん。ああ、私は未来から来た。彼を強い。フラッシュ持ってるから、もうね、老人ごとフラッシュバンですよ。これは僕は未来から来た、あなたを救いに来たんです。いってー、よし、老人救ったぞ。老人の命を救った。これで未来はあの老人に、まあ別に何も関係ないんだけど、よかった。ほんと老人殺されず済んだよ。何回か自分死んだけど。デザートイーグル落ちてないかな。デザートイーグルっぽい音したんだけど、ないか。あ、ベネリー、あ、ベネリーだ。でもちょっとやっぱ違う音が。ベネリーがありましたよ。 M1014 ってベネリーっていうんですよね、この武器ね。ベネリちゃん、これはまたショットガンがはかどるな。おっと、伏せろ。動いちゃダメだぞ。動くなよ。絶対動くなよ。絶対動くなよ。スッとか言ってね。見つかるわけにいかないんだよな、ほんと。怖いな、ほんと。見つからないようにやらないと、ほんとに。こうやってね、身を潜めるっていうのは大事ですからね。なかなかね、めんどくさいですからね、見つかったら。おお、来てますね。ああ、やばい、めっちゃ来てる。応戦する、応戦するんか。結局あのヘリかいくぐった意味。ちょっと、オッケー。結構敵のね、体力があるっちゃあるのかな、これ。そういうわけじゃないか。3発ぐらいだね。オッケー。怖い、ヘリ怖い、ヘリ怖い、ヘリ怖いよ。撃ってくんじゃねえ、この野郎。ヘリ怖っ。落ちたぞ。行って。あの家に入れ、ゴーゴーはもう間に合わないから、ちょっと。ほんとに。ここ結構難しいんだよね。じゃあ敵来るから。オッケーオッケー。頼んだぞ、ニコライ。そっちは、こっちは任せろ。オッケー。よし、上のやつ、対空。オッケー、落ちたー。いいねー。危な、やめて。いやー、ゴー、逃げられねえ。お前、邪魔だよ、お前。ちょっと、誰だよ、こいつ。何をもたもたしてんだよ。おっと、さっさと。
ヘリやらないと。やばいやばい。ヘリやらないとやばい。ヘリやらないとやばい。あ、全然当たんねえ。やばいよ。M が、M が。恐怖に押されてるよ、M が。もうどうすればいいんだよ。ニコライが仕事してないです。ちょっと待って。あー、おい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 、危ねえ。あー、危ねえ危ねえ。入ることができたよ。ほんとに、こんな先はほんと。よし、出口を探せって言われましたね。めっちゃおるやん。ちょ、待って。めっちゃ来とるやん。ま、ちょ。ちょっと待ってよー。いって、フラッシュ。で、フラッシュバーンって言われるでしょ。逃げろ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 、危ない危ない。何、聞かないよ、何、聞かないよ。おらおら、出てこい、こい。おい、やった、危ない。危ねえ。コラテラルゲット。怖っ。ベネリちゃん、ナイス。いいですね。さあ、ここです。皆さんお待ちかねの、あれ、インテルタイム。そうですね、先ほど出た家からすぐこちらね、ここ、皆さん来ます。さあ、ここにありますよ。ここです。二つあるんでね、今回はね。一つ目ゲットというところでしょうかね。さあ、やっと見つけられたよ、本当に。どこだ？敵がいるんだろ？どうする？あ、あ、これワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。ワンちゃん、かわいそうだな。撃ち殺したくないけど、殺されるからな。本当に。よよよよよよよ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。危ないな。ちょっと死にたくないからな。いますねいますね。とりあえず飲ませて飲ませて。よし、先進むぜ。やば。敵撃ってくんの早っ。よし、多分ワンちゃん来るんでね。ワン、あ、ここステージあれだ。あのステージだね、ここはね。ほら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 。どんまいワンちゃん。ベネリにはかなわないでしょ。さすがにね、ゴーストのワンちゃんでもベネリにはかなわない。よし、いいんじゃないこれで。オッケーオッケー。おーし、進みますよ。ここもステージで出てきますね。おっと、チェックポイント来たか。オッケーオッケー。ほら、いた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 。結構敵いたな今。ここに機銃があるんだけどね、マルチだと。よし、オッケー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 。ほんと、ちょ待って、これフラグが微妙。フラグのあれが微妙。ちょ待って、フラグ、やっぶねー。怖いですなぁ、本当に。極限の世界に私はいます。この、よしよし、オッケー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 。G36C ね。最近なんかね、こういうなんかね、銃いいなぁってね、思い始めてね。なんかあの、サバゲーとかあるじゃないですか。サバゲーいいなぁって思ったんですけど、サバゲーのなんかね、武器もね、まあ一つ揃えるのに、なんだろうな、まあサイト、まあエイコックとか、エイコックとかレッドドットとか、そこら辺またね、本物か本物じゃないかでちょっと変わってくるんですけど、だいたいね、5-6万あれば揃えられるのかな。でもなんか新品だともうちょっと高いのかな。中古でやるともっと安くなったりするんですけど、まあだいたい5-6-7、まあ7-8-9上がりすぎって。まあでも6万ぐらいじゃないのかな、行ってね、いろいろ揃えて
まあ、全部本格的にしたらあれだけど、あ、べべべ、ごめんごめん、撃っちゃった、ちょっと、いつものあれで、撃っちゃった。大丈夫、バレてないよ。大丈夫だよ。バレてないよ、きっと。どっちにちくまで戦う？うわー、ちょっと。あんた、右から撃たれてるけど大丈夫？な。意外とね、サバゲーとかもね、なんだろうな、フィールド行かなくちゃいけないんですけど、楽しそうですよね、あれね。僕もね、ちょっとやってみたいなって思ってはいるんですけど、なかなかなんだろうな、やっぱね、何かを始めるんだったら、僕、形から入るタイプなんですよね、どっちかというと。だから、すべて揃えて、さあ、スタートみたいなところあるんで、なんだろうな、今のね、こう、状況で始めると、また趣味が一つ増えてしまうっていうね、恐ろしいことになってしまうんでね。何が恐ろしいかっていうと、部屋がないっていう、部屋が置ける部屋がね、絶対なんかね、サバゲーとかやってる人たちがね、部屋になんかめちゃくちゃ飾ってるの見ると、うわいいなって思っちゃうんですけど、あれ見るとね、なかなか収納スペースって大変なんだなーって。まあそりゃそうですよね。これが、痛い、あー、またここで死んじゃう。あの収納スペースですよ。そう、問題は。ちょっとここでさっき殺されたから、そこをここを対処する。オッケー。ほんとね、あれなんですよ。収納スペースがね、僕の部屋こんなもんなんでね、この小屋よりちっちゃいんじゃないかなっていう。そう。それはないか。さすがに。いって。えぐいな。跳ね上がりがやっぱり、なんだろう、タフネスとかそういうのない世界ですからね、割と跳ね上がりますよ、オンラインでも。オッケー。収納スペースの問題が、どんな趣味も言えるけど、収納スペースがね、ないんですよね。だからそのね、かっこいい銃を飾る収納スペースがね、まずは確保しなければいけないことね。で、趣味どうなんだろうな。まあ僕はなんだろうな、いろいろ多趣味ですけど、収集癖あるんでね、コレクター気質なんですよ。だから極限にね自分がまあいいと思ったもの1点集めるより、なんか複数ものをね所有することの方がね、なんか好きなんですよね。なんでいろいろね、今ヘッドホンですよ。ヘッドホンってあんなちっちゃいのにね、めちゃめちゃ集まると大変なことになるっていうの分かりましたから、なんかね、キングスライムみたいな感じですね。メタルスライムじゃない、いや、スライムが集まってあんな感じの状態ですよ。そのせいでもう、ヘッドホンのせいで部屋が圧迫されてるっていう前代未聞のね、状況になってますからね。いって、皆さんのね、趣味もね、いろいろあると思うんですけど、やっぱりね、物ってまあいろいろあると思うんですよ。だからいろいろ考えたりもしたんですよね。だから全てのヘッドホンを売って一番高いやつ買ってやろうかなとか思ったりしたんですけど、いや、皆さんもだから部屋の中に物をね置かないっていう風にしてる人もいると思うんですよ。例えば必要最低限のものにね、しとくとかね、あれ、よく聞くじゃないですか。最近なんか断捨離を超えたミニマリストだっけ、なんかそういうね、必要最低、生活必要最低限のものしか持たないような人もね、いるらしいんでね、僕からすると、なかなかね、趣味って なんだろうな、なんかよく断捨離で言われる、必要か必要じゃないかっていうね、なんか判断基準でね、なんかよくね、ネットとかではあったりするんですよ。そのものは本当にあなたに必要なのか、必要じゃなかったらいらないみたいな、1ヶ月使わなかったらいらない、まあ使わなかったらいらないわかるんだけど、必要じゃないか必要か必要じゃないかの判断基準で趣味を考えると全部必要ないんですよね、正直。生活に必要なもの以外全部いらないって言ったら、本当寝るものと寝具と、なんだろうな、まあ生活ね、歯ブラシだとか、そういう、なんだろう、娯楽を一切排除した考えなのかなってね、極論になっちゃうけどね、その考えがあれだけど、僕はそういう風に考えちゃうんですよね。なんか必要じゃ、いや、正直ヘッドホンなくても生活はできるし、なんだろう、でも自分が幸せだなって思うような生活にヘッドホンがいるだけで、そう、そこの基準でね、なかなかね、どういう基準でそういう人たちは判別してるんだろうね。なんか使わなかったり使ったりって、別によくよくその人たちも考えてみたら、その手に取ったものいらなくねってなると思うんですけどね。
そう、あなたが手に持つそのなんか趣味のね、何か、まあ僕だったらヘッドホンだったらヘッドホンのアンプだったりとかするのは別にね、ほらね、音聞ければいいじゃんっていうことになったら、いや音聞くそもそも必要なくねっていうことになっちゃうから、なんだろうねその線引き、なんかね極端な線引きになっちゃうんですけど、でもやっぱりそうなるんじゃないかなって思って、僕はあんまりそういう断捨離系はね、はかどりがないんですけど死にまくるわ死にまくる、本当に断捨離は。でもね、断捨離っていうよりか、なんだろう、部屋を掃除するってかなりね心身的にね、なんだろうな、気分がいいですね。あれはすっきりしますね。あれはすごくいいと思う。なんか断捨離でなんか物を捨てるっていうそのなんか考えは、多分本当になんだろうな、捨てるようなものを持ってる人だったら多分それでいいと思うんですよ。例えば雑誌とかね、雑誌だとか、なんかもう着なくなった衣類だとか、そういうものはね、うん、捨てていいと思うんだけど、なんだろう、家電製品をそれにね、カテゴリーの中入れちゃうとね、うん、カテゴリーの中入らないんだよね絶対。だって売れるものがあるから、売れるものは売りましょうってあんま言わないですよね、あの人たちは。なんかみんな捨てましょうみたいな、捨てることをなんかね重点的にしてるんですよ。いや捨てるものあったらそれ捨てとるわっていう話ですよね。あれ物あったらね、それは捨ててますよって、それだってゴミでしょって、でもゴミじゃないから取ってるんだよっていう、そのなんか考えがねあるんですよね僕はね。いろいろね、あると思うんですけど、そういうなんか整理物の収納術みたいなさ、まあ断捨離も含めてそうですけど、そういうところのなんかね、あのサイトじゃないんだけど、なんだろうな、紹介するなんだろう、雑誌とか 本とかサイトとか、あれ見るとね、大概ね見る感じ、いやいらんでしょっていうものがいっぱいあるんですよ。まあ本とかはね、どうなんだろう、あれ正直売ってもお金にならないんで、あげる方がいいんですよ、欲しい人がいたら。例えば漫画とかもそうだけどね、うん、欲しい人がいたらあげるっていう風にやった方が多分ね、いいですよ心身的に。自分もいいし相手も嬉しいしみたいなね、うん、自分もだって、例えばブックオフだとかそこら辺の中古のところにね売り飛ばしたとしても、二足三本で買い取られてなんか納得いかないじゃないですか。自分がね400円か5、600円や700円ぐらい出したものがね50円の買い取りとか言われると全然嬉しくないでしょ。100円とか、よくて100円とかでしょ。そういうなんか買い取りで10点あったとしても全然嬉しくないから、むしろあげた方がいいって僕はね思うんですよね。漫画とかはね、漫画とか本は全般その考えです。僕あげた方がいいですあれは。で、高額な機器は売った方がいいかな。なんかあげたらなんか、なんだろう、あげてそのなんかあげるっていうかなみたいなね感じでしょ。欲しい人がいたらなんかと交換したりするのはいいと思うんですけど、ただ闇雲にあげるのはね、あんまり好きじゃないなキャプテン倒してあれマジ無理です。やってきましたね。ちょっと待って、これね取り直しなんですよ。データがねちょっと録画方法ミスっちゃってね飛んじゃったんですよ。全部じゃないや、ね3つぐらい、ステージ3つ分ぐらいやば飛んじゃったんでね、ちょっとねやり直しです。だからメンタル的なものはちょっと回復してます。おらおらおら、よしよし、ヘリが沈んだらちょっと進めそう。待ってよ、壁抜き、オッケー、じゃあ進もうぜみんな。ここにね、ここにインテル君いるんですけど、やばい、待って、ヘリがやばそう、ヘリがやばそう、どこだ、ヘリ来る前にさっさと仕留めたいな、これやばやば、うーわ、ヘリをちょっとさっさと倒しましょう。やば、ほら、いい、待った待った、おい行くぞ、ほら行け、よし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 、ざまみろ、オッケー、やばいやばいやばい、ヘリがやばい、ヘリがやばい、ヘリがやばい、オッケーオッケーオッケー、どうにかなってる。味方さん、味方いなさそう。あー、これ正面にいるかな、いますね、オッケー、オッケーオッケー、味方カバーに入ってくれてる、素晴らしい。ここ屋根があるからワンチャンいけそう。ちょっと待って、ヘリ怖い、ヘリ怖い、よしよし、これヘリに狙われなかったらやばっ。もうな、好きなタイミングで敵を一網打尽かな。おー、いいね、やば、
素晴らしい今の見た。まとめて切る。やっぱスタン投げ。ヘリが遠ざかったぞ。音が遠い。これはダッシュいける。おし来た。はあ、ちょ待ってよお前、お前やばい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 、ちょ待って待って待って、誰誰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 。やば、当たってる当たってる。おら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 、出てこいよ。あ、でちょっとダメージ受けてるから抜けぞったかな。やばいやばいやばい、上の人倒してくれよ。おーし、やっとスティンガーだー。よかった、チェックポイント来たぞ。ちょっと待ってよ、スティンガー持ちますね。痛い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 。ちょっと待って待って、ここにここにいる、ここにいる。ヘリ、痛い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 、いや痛い。これな。よしよし、ちょっと待って、めっちゃヘリに撃たれてるんよね。あ、待って待って、やばくそ、ロックオンの時間が足んね。怖怖怖、撃ってる撃ってる。いやー、これきつい。いやー、おかしい。ちょっと待って、あのガンナ、うーわ、オッケー、いいねー。ちょっと待って、スティンガンナ、よしよしよし、いいぞいいぞ。わかった、これあれか。オッケーオッケー、お見舞いしてやるぜ。で、撃ってきてるときは撃っちゃダメなんだこれで。あの機銃がやんだら撃てばいいんだ。なるほど、今か。ちら撃ってこない撃ってこない。あ、べ、やべ、おし、どうだ、いけいけ、よっしゃ、当たったー、イエーイ。よし、これで完璧。ちょっと待ってよ、スティンガー持っとこっかな、一つお土産に、お土産に持っとこう。お土産にってなんだよこれ。でも使いどころあるのかな、ここで無限にね。無限じゃないけど、一発だけね拾えるけど。よし、行きましょう。隊長、隊長よ。いやー、辛かった。ここもなかなか激そうでしたわね。お、次あれですよ、 AC-130 ゲーム始まりますよ。待って待って待って、怖っ。ほうほうほう、やばい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 。ウォーハンマーウォーハンマー、カモンカモン。おおー、いいねいいね。おーおーおー、待って、どっから撃ってんだ。あ、あそこ、わかんねえ。どこから、あ、え、雲のな、あって感じ。おお、いいね。ちょっと待ってよ、おら、どこにいるんだて、ケイシー。残さず残党狩りじゃ。あ、いないね、あんまりね。そんな、なんか、おお、すげえ、ガソリンスタンドからすごい火が、すごいね。ちょ、眩しい、眩しい、ライトも眩しいし。この車乗りたいな。あ、オッケーオッケーオッケー、いいね、これはかなりいい感じですよ。よし、ここで、ん？ん？なんか、あれ？電話鳴ってんじゃん。ちょっと、あー、鳴ってる鳴ってる。はい、もしもし。お、あ、どうもどうもどうも。え？あー、今、そうなんですよ。全然ね、世界的な戦いが全くなくて、そうなんですよ。え？面白いゲームがある？おー、どんな感じですか？おー、世界中の人と戦えて？
あ、そんなに多彩な組み合わせ？あー、海ですか。いいですね。あー、なるほどなるほど。はいはい、じゃあ今からやっていきたいと思います。それでは、はい、失礼します。なるほど、みんなも一緒にダウンロードよろしく。